ブレイはテーブルトーク RPG ダンジョンズドラゴンズに登場するランドシャークの異名を持つ架空の魔獣である。その異名の通り、ブレイはあらゆる生物に地中から襲いかかる硬いうを持った巨獣として恐れられている。プレイの元ネタとなったプラスチック人形ブレイはオールベア、ラストモンスターなどと同じくゲイリー・アイアックスが自作のミニチュアゲーム。 チェーンベールのコマとして購入した香港製のプラスチック人形から着想を得たキャラクターである。ブレイが初めて登場したのはドラゴン相関号のクリーチャーフィージャーズランでそこにはつい最近まで絶滅しているかと思われていたこの来訪者はアルマジロとカミツキガメの愛の子みたいだと紹介されている。アドバンストダンジョンズドラゴンズ第一版ではモンスターマニュアルにて 狂った魔同士がデーモンの霊益でアルマジロとカミツキガメを交配させた実験結果と紹介された。またドラゴン七十四号にはグレーの生態特集が組まれた。AD&D 第二版ではモンストロースコンペンディアムボリューム二に登場しモンストロースマニュアルに再掲載された。またダンジョン三十七号掲載の冒険シナリオザ・ホワイト・ボアー・オブ・キルフィーにブレーミューテーションが 登場した。D&D 第3版では、モンスターマニュアルに登場し、3.5版でも改訂版、モンスターマニュアルに登場した。第3版、マニュアル・オブ・ザ・プレーンズでは、秩序の受限界に生息するより、完全な造形をした、アキシオマティック・クリーチャーの一例として、パーフェクト・ランド・シャークこと、アキシオマティック・ブレイが登場した。D&D での和風世界、 オリエンタルアドベンチャーの特集を組んだドラゴン289号にはジェームズ・ジェイコブスよるサンダーファイヤーザ・ワールド・オブ・ザ・怪獣マイナスが掲載され巨大モンスター怪獣の一例として怪獣ブレー・ガレショナが紹介されたエベロン世界のサプリメントファイブ・ネーションズでは長年アンデッドを捕食し死毒の感染者と化したカルナシブレーが登場した D&D 第4版では、モンスターマニュアルで、通常のプレイに加えて、ダイヤブレイが登場している。また、エッセンシャルズのモンスター集、モンスターボルトでは、上記2種類に加え、ヤングブレイが登場している。D&D 第5版では、モンスターマニュアルに登場している。D&D3.5 版のシステムを継承する、パスファインダー RPG にて、ブレイは、 ベスティアリーに登場している。モンスターの詳細を記したサプリメントダンジョンデニゼンスリビジティッドにはプレイも掲載されている。D&D 第4版デザイナーロブハインソーとジョナサン・トゥイートによる D20 システム仕様のファンタジー r p g 1 3ス・エイジにてプレイはザ・サーティーンスエイジベスチリーに登場している。ダンジョンズ ドラゴンズミニチュアゲームでは2004年6月発売のジャイアンツ・オブ・レジェンドセットに含まれている。平均的なブレーの体長は15フィート、体高は9フィート、餌が十分にある環境で育ったブレーは20フィート、体高は12フィートほどに生育する。ブレーの外見は番ごとに変化している。AD&D 大一般はモデルとなったプラスチック人形そのままの姿をしている。 第2版になると、アルマジロとカミツキガメの愛の子という設定が強調され、甲羅の代わりに、鱗甲板で覆われた亀のような姿となり、背中には、ランドシャークの異名のままに巨大な背びれがついている。第3版以降は、トリケラトップスのように、後頭部から首を覆うフリル状の甲角が頭部を覆っている。以下の説明は、この第3版以降の姿であるが、 体色の説明は唯一説明がある第2版の表記を参照している。ブレーはアルマジロのように全身を青灰色から青緑色をした硬い鱗甲板に覆われた四足動物である。頭部は巨大な弾丸のような形状をしており、上顎から上部は後頭部から首までを覆うフリル状の広角となっている。鱗甲板の間にある地肌は青みがかかった茶色である。 その口は大きく、ランドシャークと呼ぶにふさわしい鋭利な歯が並んでいる。背中にもサメのような硬質のヒレがあり、地面に潜っている時もヒレを立たせ露出させている。このヒレは60フィート範囲で地上の動くものを振動で探知することができる。死は太く、その強靭な剣は恐るべき、運動能力を可能にしている。死死の先には地面を掘り進むのに適した鋭い爪がある。 もちろん、爪は攻撃の際にも用いる。歯と爪の色は濁った、象毛色。暗褐色をした円に囲まれた眼球は黄色がかっており、瞳の色は青緑色をしている。ブレーの目は暗視能力がある。また、嗅覚も鋭い。ブレーは、底なしの食欲を持った、発色獣として、住処である。丘陵地ではモンスターを含め、あらゆるものから警戒されている。 地表近くの地面を高速で掘り進み、地上の獲物に地中から飛びかかる様や、時に固い背ヒレを地上に立てて、大地を切り裂く姿から、ランドシャークの異名がある。性格は怒りっぽく、残忍で恐れ知らずだが、知性は大してない。動物的本能のままに生きる、ブレーの属性は、真なる中立である。ブレーは、地中の巣穴や洞窟に生息しているが、 決まった場所に泊まることはなく、地上に暮らす者もいる。彼らの縄張りは、最大30平方マイルにも及び、縄張りを荒らす者は、自分より大型のものであろうとも見境なく、襲うので、他の捕食獣も、ブレーの縄張りは避ける。ブレーは一日を縄張りを回っているか、地中にヒレだけを出して、休息をしているかして、獲物を捕らえることに費やす。 孤独を好む性質であるブレイは繁殖の時を除いて、ほとんどを単独で過ごす。ブレイの胃袋は6つあり、その強力な遺産は、あらゆる生物から装備品、貴金属、果ては、魔法のアイテムまで、何でも消化してしまう。ブレイは縄張りにあるもの全てをむさぼり食らうが、エルフの肉だけは決して食べようとしない。これは、ブレイの想像に、 エルフの秘術が関係しているからという説がある。ドワーフも、ブレイの好みでない。逆に、ハーフリングは大好物である。縄張りにあるものを食べ尽くしてしまったら、ブレイは食べ物の多そうな場所へと移住する。しばしば人間の居住地を襲うこともあり、恐れられている。繁殖の時のみは、ブレイは、つがいで活動する。ブレイの寿命は20年ほどだが、 最後の2から3年ほどになると生殖本能が生じ、縄張りを遠く離れて、つがいを探し出すようになる。彼らは5ヶ月ほどで1匹の子を産む。ブレーの幼体もまた。幼体の鱗甲板や爪は、生体のそれに比べて柔らかいが、それでも十分狩りの役に立つ。彼らは1年ほどで生育し、その後は親元を離れ、他の個体がいない場所を探し1匹で活動する。 一組のつがいは、生涯に六匹ほどの幼体を生む。戦闘では前日の通り、ブレイは、地中から大量の土をかき分けて、地上から飛びかかる攻撃を好む。空中に踊り出たブレイは、獅子の爪で四回の連続攻撃を繰り出す。その後は丈夫な顎で相手を噛み砕き捕食しようとする。ブレイ本体は元より、大量に巻き上げられた土や石もまた危険をもたらす。 地面を掘り進んで、捕食対象の足元を揺らし転倒させることも行う。もちろん、ブレーが掘り進んだり、飛び出したりした場所は荒らされた土砂と穴ぼこによって移動を困難にする。ブレーが背びれを上げているとき、その裏側の皮膚が露出している箇所が急所だとされているが、ほとんどのものは、そんな危険を犯すよりは、ブレーを避ける方を選ぶ。 ブレーの鱗甲板を鎧にしようという試みは、ドワーフたちによって行われており、あるドワーフの部族は、ブレーの狩猟を目的とした調整を若者に命じている。一匹のブレーからは鎧二両、革鎧四着が製造できる。ブレーの鎧を作るのには、専門技術を持った熟練職人が必要であり、大抵は良質もしくは高品質の鎧である。 ブレーの鎧は65ポンドと50ポンドの鉄板鎧に比べてやや重たいがより柔軟性があり、耐久性に優れている。また、ブレーの遺産も錬金術の材料として取引されている。中には、ブレーが掘り進んだ後に残った土にすら岩を溶かす、不思議な特性があると主張している者も,もいるが、それらの市場価値はほとんど見出されていない。ありがとうございます。